日本放送で放送されている、オールナイトニッポン、毎週月曜チルダ毎週土曜25:00チルダ。30日より、スペシャルウィークの特別企画がスタートする。星野源月曜深夜放送の、須田まさきのオールナイトニッポン、では、僕のヒーローアカデミア、スペシャル、と題して、ゲストとして声優の山下大輝と梶裕貴が生出演する。ゲストの山下と梶が、声、をテーマにしたトークを展開するほか、番組のレギュラーコーナーにも参加する予定だ。夏のスペシャルウィークはライブ企画を放送してきた、火曜深夜の、星野源のオールナイトニッポン、では、2時間生演奏、星野源弾き語りライブインいつものラジオブース、と題して、弾き語りライブを放送する。水曜深夜の AKB48 のオールナイトニッポンは、坂道 AKB のオールナイトニッポンと題して、AKB48、グループ、乃木坂46、欅坂46がタッグを組んだユニット、坂道 AKB が初のオールナイトニッポンに挑戦する。木曜深夜の、ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポンは、お笑い芸人、劇団。一人をゲストに迎え、劇団一人登場、こんなエロは絶対に嫌だ、を放送する。劇団一人の鉄板ネタである、昔のビートたけしの真似。それの、エロネタバージョンをリスナーから募集し、岡村と共に行う予定。金曜深夜の、三代目 J-Soul Brothers 山下健二郎のオールナイトニッポンでは、同じ。三代目 J-Soul Brothers の直人と、お笑いコンビ、ユニバースがゲストに登場。三代目 J-Soul Brothers 直人&山下健二郎が、惚れた、女登場、禁断の三角関係 SP、と題して放送する。土曜深夜の、オードリーのオールナイトニッポン、では、テレビ東京のバラエティ番組、ひらがなおし、で、オードリー。と共演するアイドルグループ、欅坂46から、樋口真央、佐々木久美、宮田愛萌の3人がゲスト出演する。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。